なんかね、金木犀の香りもちょっともうなくなってきちゃったって感じです。はい、こんばんは。10月の23日日曜日ですね。はい、夕方、夜のお散歩です。今ね、7時ぐらいです。19時ぐらいですね。はい、今日は、昨日ね、ずっと丸一日外出て取材だったので、すごいお留守番ね、長くしてもらいましたけども、今日はね、家で結構ゴロゴロしてました。一緒にゴロゴロね。ビスケくん、ビスケくん、ビスケくん、何見てんので、明日からまたちょっとね、取材撮影3連戦が月火水と入って、どうだろう、明日が一番長いかな。月曜日が、いつもの、女の子の撮影と、なんか引率のおじさんみたいな感じなんですけど、火曜日は取材のみか、メーカー取材で、水曜日は撮影、逆に撮影だけと、新機種の撮影ですね。新機種の撮影が一番早いかな。うん、ちょっと歩こうか。待て、はい、どこ行くの、引っ張んないの。父ちゃんの横、サイド、そう、はい、こっち、もうね、おしっこもなんかめっちゃしたし、うんちももう2回終わってるんで、多分お散歩中はしないと思います。うんちはもう1回ぐらいするかな。大体ね、2回から3回、多い時で4回っていう。なんだよ、よし、はい、はい、じゃあ今日のお散歩これで終わり、お散歩動画これで終わりますね。また明日、バイバーイ。ピスケ、ピスケ、お座り、お座り。またねーって。